クリア。さすがといったディフェンスです。クロース、ナイスプレー。今のボールを奪った、振り抜いた、クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。ボールをキープできるか。ロベン、うまくボールを動かしています。ジャンプしてかわします。どうだ、シュートわずかにポスト横。イエローもありますか。今のプレーにはイエローカードが出されます。このタックルはちょっと無謀でした。危険なプレーですね。これは逃すわけにはいきませんね。しまったという感じでしょうか。この後のプレーに影響しないといいんですよね。起きてしまったことは仕方がありません。切り替えていきましょう。キムナニ、ボールを出し打った。パンチングで弾きました。ここで打つ、勝負に行くか。コーナーを得ました。点差を広げたいところです。では別の角度からご覧ください。シュート、ボールはキャッチされます。主審の判断はどうでしょう。審判の手にはカード、警告、イエローカードです。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対1。ゲームはハーフタイムに移ります。前半終了間際の得点ですが、これはいい得点でしたね。気の緩みが原因でしょうね。でもそこを見逃さずにゴールを決めましたね。後半戦が始まります。これではディフェンスたまらない。どうだ、いい感じだね。どうだ、これは来た、決めた。素晴らしいシュートだ。
クロス。メッシ。ファールを取りました。ロベン、あっとこぼれた。ゴール前に入ってきたロベン。入っていれば相手の心が折れてしまっていたかもしれません。クロス。メッシ。入るか。シュートはしっかり詰めている。シェフチク。この展開を誰が予想したでしょうか。木村、なんという個人技。これはチャンス。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。シェフチク、タックルを受けています。主審が試合を止めます。アニータ、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。クロス。サイドへ展開。主審オフサイドでプレーを止めます。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。キャッチします。しっかりと連携が取れていますよ。再び戻す。おっと、またカットされます。今日はここからのパスが狙われているかもしれません。ここで打つ。ゴールだ。両チームの点差はさらに開きました。ちょっともう足が入り打ってもらう。難しくなりました。大量リードの試合となっています。瞬間の映像が流れます。アニータ振り抜いた。止めた。ボールが転がる。うまく合わせたいですね。このボールはキーパーへ。
このゴールキックは失敗です。コーナーからスタートします。中に人は、いいところにクロスが入りましたが、ちょっと読まれていましたね。ボールが戻されます。ゴール、ゴール、ゴール。最後は上がっていったディフェンダーが決めました。こんなところにも得点源があるんですね。驚きました。そうなんですよね。守る側としても大変なんですよ。これはボールを持ちますが、どうも疲労がありそうですね。こぼれます。先に反応するのはどちら。クロス、クロスが上がった。打ってきた。このまま黙って終わるわけにはいきません。シェフチク。ファウルを取りました。レフリー、イエローカードを提示します。アニータサイドをえぐって中を見る。PK です。主審の判定は PK。 タックルを狙いましたがボールに行っていませんでしたね。どう見てもファールですよ。なるほど。落ち着いて打ちました。いいですよね。PK をきっちり決めました。落ち着いていましたね。見事に PK を決めました。両チーム合わせて大量のゴールが生まれています。ここで試合終了です。かなり悔しそうにしていますが、オウンゴールの場面、あれは仕方がないと言っていいでしょうね。早く切り替えた方がいいですね。